私は桐生ちゃんがいっぱいね、数々の詐欺に遭ってきたの知ってるからな。一番桐生ちゃんにそれをお伝えしてあげたいけどな。あれ？サバイバー？いいタイミングで来たな。あんけどね、そしんう。ちゃん、久々に孫さんに会えて。その人に頼まれていたんだ。偉人町でいずれ起きるはずのことを事前に調べたいと。起きるはずのこと？ああ、そのために青木寮にまつわる連中を見つけてほしいとね。必ず何か異変があるはずだと。見つかったんだな。ああ、システムのフル稼働にはまだ程遠いが、探し物が限定されていれば網を張ることくらいはできるさ。探し物って。殺し屋だよ。偉人町の外から入ってくる殺し屋の顔を探していどういうこと？何、殺殺し屋し屋っが偉て。人町？え？なんで？清流会の会長を殺した犯人は沢城。そしてその命令は青木亮が下していた。その沢城が警察に逮捕されたとあっちゃ、青木にとって生きているだけで目障りな存在だ。なるほど。いくら警察に黙秘を続けているとあ、してそっもか。自分のこと言われたらたまったもんじゃないもんな。沢城の頭が目障り。だからその殺し屋を使って殺そうってのか。青木亮ならそれをやりかねない。俺の情報源になっている連中はそう言っていた。あなたの情報源というのはフィクサーの残党たちか。昭和を牛耳っていたあの。殺し屋探すついでに、どうせ俺のことも調べたんだろ。まあな、さすがは伝説の竜と呼ばれ。余計な話は後だ。まあそのさ辺すのが桐情生ちゃんの報通話のはね、コミジュルだな。また私もゆっくりよ見てくいこう探してかくれた。野暮な話をしてしまったか。じゃあ本題に入ろう。ここどこだ？スナック街の裏手、ここからだと川向こうだ。5時間前の映像にいつか見た顔が映っていた。蝶は知っているはずだ。俺も知ってる。オウミの下っ端たちだ。ただし真ん中にいる男は彼らの客らしい。トランクを下げたスーツのやつだ。カメラ切り替えろ。誰？やっぱりわかるよね。誰？ああ、知ってる顔だわ。ミラーフェイスね。え、何それ？ミラーフェイミス？ラーフェイス？え、何？有名人？ああ、有名な殺し屋さん。え？こいつは殺しの後、現場を事故や自殺に完璧に偽装するんだよ。大っぴらにしたくない殺しの時に呼ばれる男さ。変装も得意で、どんなとこにも目立たずに溶け込める。まさにプロ中のプロだね。そんなのを青木亮が雇ったのか、沢城を狙って。でもどうやって。ああ、沢城は今留置所だ。それを仕留めるには警官にでもなりすまして潜り込むしかない。そんな変装、奴なら朝飯前だね。楽勝じゃない？若はまだ知らねえんだよ。沢城の頭が自分の本当の父親だってこと、教えねえと。教えたところで、どうなんだろうな。何？どういうことだ？仮に知っていたとしても、青木亮なら邪魔者は全て切り捨てる。今までの行動を見ているとそうだよね。そんな気がするね。だって沢城の頭を消す、おやすそさんれだっはて若殺のしたん次だのよ、一手。あいつは。本当に間違いねえのか。よく考えろと言ったはずだ。この状況すべて踏まえて、俺がやはり間違いだったと言や、お前は見過ごすのか。俺はお前がそんな男じゃねえと思ってるがな。分かった。で、あ
んた、もうちょい手伝ってくれんのか。あんたがいる、めちゃ心強いんだけど。それはできねえ。え？春日、俺に許されてんのはここまでだ。これ以上俺が手を出すのは契約違反だと釘を刺されている。釘を刺されてる？誰から？フィクサーの残党たちさ。フィクサー？それって誰だよ？全て教えてやったらどうだ。春日、人間ってのはみんな大事なもんを背負って生きてる。わかるよな？はあ。俺はてめえの大事なもんと引き換えに無であることを受け入れた人間だ。つまり俺は本来この世にいねえはずの人間なんだ。だから俺が手出しをすることも、俺の素性を明かすことも、やっちまったら無とは言えなくなる。どういうことだよ。お前、俺と拳を交えて何を感じた？そりゃ、そのマジで強えって本物だと思った。ありがとうよ。俺もお前という人間がよく分かった。今はまだまだだが、いずれは本物になれる男だと思ったぜ。あの喧嘩は勝ち負けを決めるためにやったんじゃねえ。互いに信じられるかどうか、それを伝え合うためのもんだ。俺を信じろ。そしてお前が信じた仲間をずっと信じて前に進め。それがお前が本物になるための道だ。じゃあな、頼んだぜ。ソンヒ、なんかあの人のこと知ってる風だったよね。フィクサーの残党がどうのとかって。あの男が言ってた通りさ、死んだはずの生きているわけがない人間だよ。だから私たちも何も見ていない。このことを誰に言う必要もない。それでいいじゃないか。ええ、それでいいと思う。物分かりいいね。らしくないって気もするけど。そうか。でもあの男が言ってたことを守って信じることで前に行ける気がすんだよ。さすがだね、あの男。総帥、例の場所に動きが。は？今現在の映像です。ミラーフェイスのいるビルにタクシー。いる。こいつって石尾田だ。沢城の頭はこいつが親父さんを殺したって。こりゃ確定だろ。青木亮がこいつらを動かしてまた誰かを殺そうとしてる。その標的はやっぱり沢城の可能性が高いぜ。もし警察署に潜り込む気ならやるのは夜だろう。昼間はさすがに人目につく。つまり奴らが動くのは今夜ってこと？沢城の口を塞ぐのは早ければ早いほどいい。私が青木亮ならそうするね。くそ。でも若たちにはもう何もやらせやしねえ。絶対にやらせやしねえ。ソンヒはこのままモニターで見張っててくれ。俺らはこれから石尾田のとこに行く。異人町から反撃開始といこうや。石尾田のアジトはスナック街の外れにあるビルだ。一筋縄ではいかない相手だ。用心しろよ。用心、用心言うてもね。ねえソンヒさん、ソンヒさんピースとかってしないですか？かわいい。なっちゃん。もうさっちゃんのそういうとこ好き。
いやもう可愛いわ。テンション上がってんじゃん、久々のソンヒさんで。めっちゃテンション上がってるやん、あいつ。はい。はい、よかったね。いやでもなんか、やっぱりキリュウちゃんってかっこいいな。まあ今多分、キリュウちゃん自体がそれこそ、限られたことしか許されてないって言ってたから、それこ、何こけた今何ダーンって言ったの何足立さん。いただきます。いただきます。これうめえな。カリッと焼いた豚肉が最高だ。何頼みましたっけ気に入っていただけたようでよかったです。もうどうや、そんな春日さんに韓国独特のおすすめの食べ方があるんですが。ほう、お、なんだなんだ。え、何韓国独特って。素直に教えてもつまらないので、はクイズとしましょう。平気、はい、教えろ。サムギョプサルに合う食べ物はどれでしょうか。え、サンチュちゃん、待って待って絶対違う、なんでここにあんだよ。え、エホマの葉、めっちゃ買い取るやん。味の濃い料理を包んで食べるのに使うって。なんかエゴマの葉ってなんか聞いたことあるな。私なんか韓国のアイドル好きだからな、このエゴマの葉の話聞いたことあるの。これでしょ、エゴマの葉か。なんかお見事、お見事です。 ありがとう。言ってもね、ペンですからそういえばエゴマの葉はシソの仲間で、うん、脂っこい肉にエゴマの風味がとても合い、おすすめなのです。へえ、そいつはうまそうだな。食べたことないエゴマの葉。ごちそうさま。あ、ちょっと絆ストーリーまた見たいな。ありがとうね。溜まってるね。絆技とか見たいもんね、やっぱり。いっぱいみんな強くなってってるし。でもなんか石尾田の話もさ、もうすぐそこらしいよね。え、なんの殺し屋とやるっつうこと。結構もう不穏な感じになってきたね、この辺っぽいが。いる石尾田、石尾田くん。さっき監視カメラ映ってたのはここよね。孫飛さんかな。孫飛か。石尾田建物から出てきていない。ミラーフェイスも、ま、ミラーフェイスもだ。まだ間違いなくそこにいる。フロアは4階。な、敵何人くらいだ。確認できているのは10人だが、あまり当てにはならない。わかった。石尾田を見失うことだけにないようにそっちで見ててくれ。了解した。あー、10人か。いやでも石尾田プラスミラーフェイスプラスの10人でしょ。強ない、行こっか。ここは偉人町だ。奴らにはアウェイだってことをきっちり思い知らせてやろうぜ。でも春日一番も別に偉人町出身じゃないからねえ、じゃあ行ってみるか。石尾田くん、え、もしかしてまためっちゃ大変なことになったりしない？あ、ん？おっと、おい、カズがいるいる、いっぱいいる。うわ、デブいるいやでも、そうだね、こっちはど、え、でもどうな、石尾田の組、え、何も言わないの？しゃべ、石尾田組組喋れ。正直この辺だったら、あっちの蒼天堀でやったなんかバトルアリーナの方が強いんじゃないかと思っちゃう。ぬるな毒を仕込むな。あいつ勇者のバット持ってんやん。なんであいつ勇者のバット持ってんの。もういけそうですね。え、でもどうなんだろう、石尾田くん戦うのかな。だとしたらこの人怒涛すぎるよね。石尾田はこのビルのどこかにいるはずだ。先を急ごう。このビル初めて。あ、いっぱい物あるで。回復性ってことじゃん。あれカメラ角度いきなり変わるの怖いんだけど。これね。婦人の妖精、これ大事なやつ。超いいやつじゃん。これなんかいっぱいアイテム探して、何？あ、どんどん戦っていく系ちゃん。てめえはか、カスが何しに来やがったんだ、おら。でもなんか、やっぱり王見と違って、ちょっとこじゃれてるね、ちゃんとが。ほらぁ。僕は無限国に倒した。さらに強くなれましたね。いや、この感じ多分石尾田くんとも戦いますね。なんかそんな気してます、僕。
に進んでいっていいのかな。あ、いる。なんて書いてんの。鳥って書いてんの。鳥見てんの。文字の鳥見てんの。独特だね、感性。石尾田が今何を考えとるかね。正直王みたいなくなったけど。春日、このガキ、なんでここがわかった。コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは。昔っからね。おやっさんを殺したのはお前なのか。いや、ちゃうな。荒川を殺したのは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと、なんて言い草だ。おい、てめえ。え、ちょっと、え、ちょっと待って、ちょっと足立が2人、足立が2人ってことは、つまりは、そんなんだよ。足立が2人いる。1人はミラーフェイスだ。いや、もうマジで最悪。なんだ、足立さんに。警察になりすます作戦でしょ。でもあいつ無職だ、全部。あ、なるほど。じゃなくてよ、あいつ警察じゃないし。警官になりすますって、足立さんに化けるかったのかよ。どっちが足立だよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。ちょっとわかんない。どっち？わかんねえ。ギャグタッチみたいになってんねんけど。タッチ始まった。力比べでも合格。さすが噂のミラーフェイス。でも足立さんになるってすごいね。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい。132条、常識だ。あ、こっちが本物。いや、多分分かんなかった方だと思う。その第一条は何だった。知るか、バカ野郎。こっちだね。じゃあ、こちらの方。こちらの方。続きどうぞ。どうぞ。この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に。こっち偽物だろ。やっぱり本物はこっちね。いや、違う、足立はあんな。答えるわけねえんだよ。おら。そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事しやがって。あだちもちゃんと覚えとけ、法律。沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸くそ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。やっぱやるのか、石尾だと。じゃあ、あっちに足立もいるんだけど。足立いるぞ。うおお。銃使うの。しつこいな。いや、こっちのセリフなんだけど、しつこいの。いや、まあ、今回ショベルじゃねえから。おやっさんの仇、やつだけはこの手で。おいおい、あんまり熱くなるなよ。お前はそうなると見境がなくなっちまうからな。お待ち、足立いるぜ。ああ、わかってるよ。それはこの前、ドラゴンに教えられて。そうだね。ドラゴン？なんでもねえ。石尾田は何をしてくるかわからねえ。集中しろよ。スプリットステップみたいなことしてんねんけど。私の番。もう打ったら戻る、真ん中へしてない。ほら来いよ。もしかしてやんのか。何、周囲の様子見てるって。もう変わるんちゃう、もしかして。絶対やめろよ。足立のままでいろよ。行くぞ。行ったれ、足立さん。ぐるぐるしたれ、一生だ。地獄車の極み。こっちに足立もいる。足立がいっぱいコレクション。いいな、この中で足立さんをチョイスするっていうのは確かにちょっと。いいよな、ミラーフェイスのちょっとセンスはいいかもしれないな。一応どんな気持ちだ。恥ずかしいだろう。よし、ミラーフェイス足立終わったから。あとはもうこっちだけ。
うわ、なあ、ちょっと待って、あ、長さん、長さん、ちょっと待って、嘘、やばい、やばい、倒れそうになってる、倒れそうになってる、くそ、長さんの敵取ったれ、ハンギョドン、受けたれ、ぐさぐさに引き裂いてやれ、ファントムドライブの極み、あんなことあんの。あとでちょっとさっちゃんに回復してもらって、長さんを、長さん回復だ、さっちゃん、あー、またビビった、お前、いや、また長さん、長さん、いつも長さん、何が起こってんの、本当に攻撃力上がってんねんけど、状態力借りづらくなった。あいつ一体何なの？さっちゃん怒ってる。どうした？殴られるのが嬉しそうだったり、キレてみたり、何考えてるかさっぱりわからないわ。確かに一生だ、そういうとこあるよね。まあこの前は鉄球振り回してたしな。確かによく近江の幹部張ってたよな。やっぱ頭おかしいのかな。いや、あれがトップの理由かもな。なるほど。どういうことだ？極道だけの話かもしれねえが、そこが見えねえわけのわからなさってのは大事だ。そういうもんなのかね。全然理解追いついてない。何にせよあの切れた石尾田は厄介で、うん、中途半端な攻撃は確実にやり返してくる。ほう。ああ、だからやり返されないぐらいきついのを入れてやるしかねえな。なるほど。ちょっともうがっつりもう、いや、もう状態以上になってるやんか。どうする。お、あるね、サイリウムランプの極み。何これ。いや、ちょっと絆技も見たいけど、これちょっと見てみて、どんなの。お、いや、かわいい、かわいい、石尾田、石尾田、踊って踊って、石尾田踊って、迷惑。一緒だ、かわいそう。今どんな気持ちなんだろう。いや、もうちょろいね、屈辱だろうな。何ブチギレの極み。ちょ、またまたブチギレの極み。長さん、長さんばっかり、それ長さんばっかりにする。いけるんちゃうか、そろそろ。よっしゃー、石尾田倒した。やってやったぜ。スジモン情報にミラーフェイスも追加されたね。終わりだぜ、石尾田。サバシロの頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見ものだよ。荒川のおやっさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ、一生だ。おやっさんはあの夜、港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんを、お前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ、ジーと違うな。どう違う、話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。見えとるな。へえ、バッチリですわ。ん、ちょ待て、誰かおる。あ、あいつは。
よ。やりましたな、大公。この間のソーテンボルで、あんたの真意が極道の解体やと分かったとき、わしは震えましたわ。東条会の裏切り者としてのおめえも、その目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時、あんたが俺や私の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて、俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まあ、あの時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。けど、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木寮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします。なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したんか。それがご指示言うんでしたらやりますえ、親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。ん？どないした。それが。お踊れろ。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい、二手三手先まで手に取るように見えてまう。石尾だ。そんなんでようここまで生き残ると思うんや。天道も。え、どういうこと。石尾だ。もう近江も東条家もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかましい。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスは来んかった。おもろいもんですやろ。天道。じゃあおやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる。あ、やばい、春日さん。やっぱりしくじりよったか。石尾田は仕事が雑やさがいな。まあ見張っといて正解やったな。どうしますか。ほな、もうポチッといったれ。了解しました。いやいやいや。違う違う違う、キリュウちゃん今じゃない、キリュウちゃん今じゃない、キリュウちゃん、キリュウちゃん嬉しいんだけどね、今じゃない。
15章成り上がりの果て。偉人町の皆さん、こんにちは。投票日を明日に控え、久米、颯太が最後のお願いに上がっております。民事党公認候補、久米、颯太。長年ブリーチジャパン横浜支部長としてグレーゾーンを糾弾してまいりました。青臭い理想論者だと笑われくじけそうになったこともありました。それでも今、あの青木都知事が最も信頼できる人物としているのがこの久米颯太でございます。ここ神奈川2区だけではありません。久米颯太には青木都知事をはじめ全国各地にブリーチジャパンの仲間たちが共に立ち上がってくれています。民事党は本気です。もういかがわしいグレーゾーンは許さない。日本全国一つもたりとも残さない。久米颯太が青木亮と共に起こす新しい波はこの日本を生まれ変わらせます。皆さんの清き一票を勇気に変えてブリーチジャパン、日本をきれいにしましょう。あ、羽室長じゃん。さあ皆さん、いいですか、思い出してください。2年前、どうせこの町は本気で浄化などされるわけがないと多くの人々がそう考えていらっしゃいました。この新神室署だってどうせお飾りになってしまうだろうとみんなが思っていました。しかし今はどうでしょう。東条会という昔ながらの暴力団はもう一人として残っていません。神室町は徹底的に正義を成し遂げた町として生まれ変わったじゃありませんか。それは日本中どこででもやれるはずなんです。ブリーチジャパンを合言葉に民事党は青木幹事長の下で生まれ変わろうとしているんです。この後知事には車の上に出られて3分間応援演説をしていただきます。それから新宿を出てまた移動になりますが、知事には、あ、ん？どうしたの？すみません、知事ではなく幹事長とお呼びした方がよろしいですよね。そうか、呼び方を気にさせてしまったか。じゃあまあこれまで通り知事にしとこう。短くて呼びやすいしね。気遣いさせてしまってごめんよ。そんな、とんでもありません。え、これ、ナンバか？え、これナンバか？え、この汚いの。先輩じゃないの？汚さ。え、違うのかな？テレビの中継は？もちろん多数来ています。昼からずっと知事の応援演説を待ち構えておいで。でそうか。なんだか夢みたいだよ。え？今までの私は妖怪じみた他の先生方に囲まれながら自分が権力を手に入れることに必死だった。そのためにはまあ多少ずるいこともした。何が多少だ。まさか知事に限ってそんな。いや本当だよ知事。本当さ。まあほんの少し、ほんの少しだけなんだけどね。でも私には目標があったんだ。理想の正義をお題目で語ることしかできなかった連中と違って実際に成し遂げる人間になるという目標が
そして今の私にはそれだけの力が終わりになる。それは正しいことです。え？先生、みんなそうです。全くズルをしていない人間なんて多分世界のどこにもいません。理想があって、そしてそれを実現する以上、場合によっては多少の犠牲だって必要になる。それは歴史も証明していることです。お、君、すみません、私出しゃばったことを。いいんだ、ありがとう。何相乗りしてんの。頑張るよ。もういいって、もう早く車降りろ。さ、そろそろ演説の時間だ。はい、知事が目指す正義のお話を国民にしてあげてください。ああ、そうしよう。青木さんだけやめた方がいいですよ。この汚い、この汚い子さ。それではお待たせしました。でかいな、でもなんか青木先生はご存知のように現職の都知事ですが、荻窪先生の後任として民事党の幹事長にもなられています。全国を飛び回ってご多忙の中、決戦を明日に控えてここ神室町へ応援に駆けつけてくださいました。皆さん、ただいまご紹介に預かりました青木亮です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からの熱いご支援の声、深く感謝申し上げます。神室町の皆さん、あ、突然失礼いたします。出た、よかった、無事で。神奈川2区で立候補しております、春日一番と申します。巷じゃ偉人町で行方不明だの爆死しただの言われておりますが、こうして青木先生ご挨拶に参上いたしました。いや出た、え、ちょっと待ってかわいい勇者じゃないですか。